運転チャンネルご覧の皆様、こんにちは。改革派大宮教会牧師の辻幸寛です。私は神戸に育ち、母の影響で中学の時から教会に通っております。学校でいじめられる中、教会は心地の良い場所でありました。しかし大学の受験に失敗し、2年浪人いたしました。その後青森の大学に入ることになりました。知り合いの全くいないところでありましたし、教会まで1時間ぐらいかかる、そうした場所でありました。私が通うことになった青森教会は伝道を開始したばっかりの教会であり、当時会員が1人いました。しかし私が最初に教会に行った時、その方は休んでおられ、最初の礼拝は牧師1人、私1人の礼拝でありました。そのことがきっかけで牧師の道を目指し、そして一人の方が神様を求めておられる、そうした方に語りかけたいと思い、牧師の道を歩んでおります。さて、今日私たちに与えられました御言葉は、ヨハネによる福音書8章3節から5節の御言葉であります。律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられていました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように私に命じています。あなたは何と言われますか？まあ、キラキラメッセージなのですけれども、社会におけるドロドロとしたことが語られています。普通は不倫をした、悪いことをしたのだから罰せられるのが当たり前だと思われるかもわかりません。しかしこの時、イエス様の答えは違いました。イエス様は彼らに語られます。あなた方の中で罪のない者がまず、この人に石を投げなさい。そして続けて聖書は語ります。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人、また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。私たちは罪と聞くと、自分は悪いことなどしたことがない、捕まる恐れはない、そのように語られるかと思います。しかし、神様の前で罪を語るとき、神様は私たちのすべてを知っておられます。私たちのすべての行い、私たちの口から発せられるすべての言葉、そればかりか心の中のすべても知っておられます。そして、神様の前に罪と語るとき、それは実際に行ったことばかりか、口から発せられる言葉、そして心の中まで問われています。完全で正しいお方である神様からすれば、実際に人を刺して殺してしまう、傷つけてしまう、そういうことばかりか、あの人嫌だ人だな、いない方が良い、そのように語ったり、あるいは心の中で思うことも実は同じ罪に値します。そして全てが死刑に値する罪であります。年長者ほど自分自身の姿をよく知っています。ですから自分に罪がない、そのように語ることなどできませんでした。そのため年長者から一人、また一人とそこを去っていったのです。するとイエス様も語られます。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これから決して罪を犯してはならない。イエス様はこの人の罪をすべて知っておられます。神の御子であるイエス様からすれば、この人を裁くことはできます。しかしそうはされず、裁くことをなさいませんでした。それだけではありません。この後イエス様はご自身が十字架にかかり、苦しみ、死を遂げてくださいます。誠の神様であるイエス様が、罪がないお方が罪人として十字架にかかり、苦しみ、死を遂げてくださいました。それは罪を犯したこの人の代わりにその苦しみを担ってくださいました。死を遂げてくださいました。滅びの裁きを受けてくださいました。ご覧の皆様がイエス様を信じ、そして神の御前に自分自身の罪を告白するとき、このイエス様の十字架は
あなたのためにもなされたことが示されていくわけであります。神様はイエス様によって救われた人たちにもう罪の裁きを行うことはありません。イエス様は十字架の死から3日目の朝によみがえってくださいました。イエス様を信じる私たちもまたイエス様と同じように復活の命が与えられ、天国における命が約束されています。私たちの生きる社会はドロドロとした部分があります。そして私たち自身にも人には隠しておきたい、そうしたドロドロとした部分があります。弱さがあります。イエス様はそうしたものがなくなれば救ってあげる、そのように語ったのではありません。私にも罪があり弱さがあります。自分で償うことなどできません。それでもなおイエス様はあなたを罪に定めることはないとお語りくださいました。あなたを愛するとお語りくださっています。そのため、あなたがイエス様を信じるとき、イエス様は無条件であなたを愛に包んでくださり、罪を許し、神様の子供として天国へ招いてくださいます。このとき私たちはまさにドロドロとした社会からキラキラとした神の御国の道へ歩みを進むことができます。最初に出てきた律法学者やパリサイ人のように人を裁き、お通し入れるのではなく、他人の罪をも許し、和解し、愛に包み込む、そのような神様の愛に満たされて、私たちは日々歩み続けていくことができます。お祈りをいたします。神様、イエス様はこの女性の罪を知りながらも許してくださいました。そして神様の子供として、天国へと導いてくださいます。同じようにイエス様を私たちの救い主として信じるとき、私たちの罪をもすべて知っておられる神様ですけれども、それを許してくださり、私たちを神様の子供として天国へと導いてくださいます。だからこそ番組をご覧になられている皆様もイエス様の愛に包まれて、イエス様を救い主として信じ、喜びに包まれていただきたいと願っております。どうかあなた様の恵みが今番組をご覧になられている一人一人に豊かに与えられますようにお導きください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。文天チャンネルでは楽しい企画が盛りだくさん、決定特典やプレゼント企画をはじめ、新婚生活に役立つ情報が続々。笑いあり、喜びあり、賛否あり、さらにはキッズ向けの企画が充実。新婚生活を楽しめる企画がいっぱいの文天チャンネル、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。詳しくは概要欄をチェック。約束の未来へ。